アダム・デビット・ララーナは、イギリス・セント・オルバンズ出身のサッカー選手。ポジションは MF。プレミアリーグ、ブライトンホーブ・アルビオン FC 所属。イングランド代表。日本では、アダム・ララナと表記されることがある。祖父は、スペイン人である。セント・オルバンズ生まれで、5歳の時に、ボーンマスに移り、2000年、12歳で、サウサンプトンのアカデミーに加入した。 2004から05シーズンは、セオ、ウォルコット、ガレスベール、レオンベスト、ネイサン・ダイアーラと共に FA ユースカップ準優勝に貢献し、U-17 イングランド代表招集のためのメディカルチェックを受けたが、そこで不正脈が発見され、手術をした。2006年8月23日、リーグカップのヨービルタウン FC 戦でトップチームデビューした。 2008年4月28日、ウエストブロムビッチアルビオン戦でプロ初ゴール。このゴールは、チームのチャンピオンシップ残留への希望をつなぐ、先制点であった。2008から09シーズンは、レギュラーとなって、リーグ戦40試合に出場し、翌2009から10シーズンは、合計20ゴールを挙げ、チームの中心選手となった。いくつかのプレミアリーグのチームが関心を持つ中、 2011年1月、サウサンプトン FC と4年半の新たな契約を結んだ。2010から11シーズンはリーグ戦8ゴールを挙げてリーグ1のピーフ年間ベスト11に選出された。リバプール FC でプレーするララーナ2011から12シーズンは開幕戦のリーズユナイテッド AFC 相手に3から1の勝利に貢献するゴールを決めたのを皮切りに リーグ戦11ゴール、全大会含めて13ゴールを挙げて、チームのプレミアリーグ昇格に貢献し、チャンピオンシップのピーフ年間ベストイレブンに選出された。2014年7月1日、リバプール FC への移籍が決定した。背番号は20。また、移籍金は2500万ポンドとも言われる、高額な移籍金だと報道された。リバプールのロジャーズ監督は、 プレミアリーグで最高峰の才能を持つララーナと契約できて本当に嬉しいよ。彼は特別な若者で成長することに飢えている。戦術理解度も高くリーダーシップも持っている。彼ならリバプールというクラブが持つ文化に完璧にフィットすると確信しているとかニュージは語った。2014年10月4日の WBA 戦でリバプールでの初ゴールを決めた。 2015年1月1日に行われた、プレミアリーグ第20節のレスターシティ FC 戦で、ふくらはぎを負傷し55分に交代。最大1ヶ月の離脱を強いられた。リバプール加入初年度の2014から15シーズンは、チームは無冠に終わり、ララーナ自身の怪我もあって、悔しいシーズンになった。2015から16シーズン、CL 出場権の獲得に貢献した。 2017年2月22日、契約延長し長期契約を締結した。2017から18シーズン、プレシーズン中に負傷し、長期離脱したその後復帰し、ベンチからの出場など続け、イングランド代表にも復帰していたが、3月31日のクリスタルパレス FC 戦で、先発出場からわずか5分後、負傷により再び戦列から離脱。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝のレアルマドリード戦では負傷退場したモハメド・サラーの代わりに出場するもチームを勝利に導くプレーはできなかった。2019から20シーズン30年ぶりのプレミアリーグ優勝を経験。チームとの契約は6月30日までであったが新型コロナウイルスの影響でリーグ戦が中断したことでチームとの契約を シーズン終了まで延長したが、この発表によりシーズン終了後に対談することが正式に決定した。2020年7月27日、ブライトンホーブ・アルビオに FC と3年契約を締結したことが発表された。背番号は14。2006年4月17日、U-18 イングランド代表として出身地のボーマースで行われた。 U-18 スロベニア代表戦に出場し、ゴールを挙げて、チームの勝利に貢献した。その後、2006年10月9日、U-19 イングランド代表として U-19 オーストリア代表戦に、2008年11月18日、U-21 イングランド代表として U-21 チェコ代表戦に、それぞれ出場した。二千十二年九月十日、 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のウクライナ戦のためにイングランド代表に初招集された。2013年11月15日のチリとの親善試合で代表初出場を果たした。2014FIFA ワールドカップのメンバー23人に含まれグループリーグのイタリア戦でダニエル・スタリッチとの交代でラスト10分間プレーした。 2015年3月27日に UEFA、ユーロ2016予選のリトアニア代表戦。2015年3月31日に、イタリア代表と親善試合に臨む代表メンバーに、ララーナは招集されたが、不勝離脱した。UEFA ユーロ2016のメンバーに、選出された。2016年9月4日、2018FIFA、ワールドカップ。 ヨーロッパ予選スロバキア戦で後半アディショナルタイムに決勝点となる代表初ゴールを挙げた。2016年11月11日のスコットランド戦でもチーム3点目となるゴールを決めた。2016年の代表での活躍もあり、2017年1月イングランドプレイヤー・オブ・ザ・ワードを受賞した。2018フィーファワールドカップでは怪我上がりということもあり、 待キリストに名を連ねるに止まった。国際 A マッチ33試合3得点。ありがとうございます。